皆さんこんにちは、フジピコです。今回はですね、イベントでお迎えしましたキモカワ生物イベリアトゲイモリの飼育環境セッティングをやっていきまーす。はい。いや、僕のチャンネル初めてのね、優美類ということで、僕過去にはね、赤原イモリとか飼育してたことあったんですけれども、今回ね、全くのね、初めての種類なので、購入させていただいたね、ショップの店員さんたちとか、あと知り合いの爬虫類 YouTuber さんたちとかにね、めちゃめちゃ聞いたんで、そちらをね、参考にしながら、飼育環境を作っていこうと思います。もしこの動画を見てる方たちでね、飼育してて、もっとこうした方がいいよとかいうね、アドバイスありましたら、コメント欄などでね、いただけたらと思います。めちゃくちゃ参考にさせていただきたいと思います。それでは早速見ていただきましょう。どうぞ。はい、では早速こちらがね、新しくお迎えしましたイベリアトゲイモリです。いや見てください、これめちゃくちゃキモ可愛いでしょう。このピンクのプリプリしたボディに背中の黒いつぶつぶで、このうっすら黄色のラインが入ってるのもね、またこの可愛さとファンシーさとグロテスクさがね、融合されててね、なんかポケモンのね、ヌオーとヤドンを掛け合わせた子みたいなね、そういう見た目をしています。あ、こっちはもう一匹の子ですね。この子はね、若干ピンク味が強くてね、さっきの子よりかちょっと黒いつぶつぶが少なめですね。ちょっとね、成長の変化が見たかったので違う色味の子をお迎えしました。でですね、こちら僕ね、この陸多めのイモリウムで飼育しようと思ってたんですけど、どうやら僕の勘違いでね、この子結構水性が強いみたいなので、この逆のね、水8割陸2割ぐらいのね、割合で飼わないといけないみたいなので、この飼育設備はすぐやめました。ということでね、新たな飼育設備のセッティング早速見ていただきましょう。はい、では今回用意したのがこちら、レプタイルボックスにこのね、クリスタルオレンジというね、このアクアリウム用の砂利をまず敷いていきます。なんかね、砂利敷かなくてもいいらしいんですけど、敷いてあげた方がね、イモリの腰に優しいということなので、ちょっとね、軽めに敷いていきます。あー、この砂利触る感覚懐かしいな。ということで次はこちらですね、このコーナーボールに中にソイルを入れまして、でこのね、鉢底ネットをね、まあいい感じの形にカットしましたので、これで蓋をしてこのソイルのね、流出を防ぎます。で、何をするかというとですね、この上にね、前回購入してきました苔を敷きます。これをね、一応陸地にしようかなと思ってるので、はい、まあこれぐらいの感じでね、はい、まあまあこんな感じですかね。はい、ではこれをコーナーにセットします。でですね、このね、ウェットシェルターの S サイズ、これもね、隠れるの好きみたいなので、この陸地にね、セットします。はい、では続いてはこちら、カルキを抜いた水をね、こうやって砂利を崩さないようにウェットシェルターにかけながらゆっくり流していきます。とりあえず水はこれぐらいでいいですかね。ではこちら水温計を取り付けていきます。これなんとね、マグネットなんですよ。あ、違う、逆逆、これをね、セットします。こうやってね、ピタッとくっつけれてね、すごいでしょこれ。なんか僕吸盤で貼り付けるタイプのやつなんかちょっとね、嫌やったんで、これはね、めちゃくちゃ気に入ってます。はい、ではこの完成した環境にこの子たちをね、新たに入れようと思います。さあ、どうでしょうか、気に入ってくれるかな。なんかこうやって見てるとね、昔ガチャガチャであったその恐竜のね、形をしたね、ゴムの人形、な、乾燥したやつなんですけど、それをね、こう水につけてたら 2,3 日でね、水を吸って大きくなるっていうね、このフィギュアがあったんですけど、それに似てますね。うん、懐かしいな。これ伝わるかな。なんかこの感じ、そうそう、なんか質感がね、ゴム人形っぽいんですよね。まあまあそんなんええか。まあね、あんま持ちすぎても良くないんで、早速ね、じゃあ入れていきます。はい、お待たせ。お、早速泳いでますね。じゃあもう一匹も。はい。この子は固まってますね。でもこれ水深はもうちょっと深い方がいいんですかね。なんか溺れたりする心配あるかなと思って、若干浅めにしてるんですけど、まあこの辺はね、おいおい変更していくかもしれないですね。できればろ過装置とかもつけたいんですけどね。まあでも定期的に水替えすればいいかな。どうですかね。あ、ちなみにこの子たちのお名前は、この下のね、ピンクっぽい子がハツで、この上のね、ちょっとつぶつぶ多くて大きい子がミノですね。でこの2人合わせてイモリウムザホルモンとしてね、活動していってもらおうと思います。あ、そうそう、この子たちイモリ科最大種で、最大全長なんと30センチにまでなるらしいんですね。なのでですね、まあ大きくなってきたらね、成長とともにケージのサイズも大きくしていこうかなと思います。
やっぱりこの端っことかね、狭いところが好きなんですかね。この辺はやっぱりレオパとかヤモリと同じような感じなんですかね。あ、そうそう、でこの子たち最大の特徴が、この子たち外敵に襲われるとなんと肋骨をね、皮膚から突き破って防御の姿勢を取るらしいんですよ。この黄色のポツポツあるでしょ、こっからね肋骨を突き破ってね出すらしいんですよ。いや、すごいおぞましいやつらでしょ。でその突き破った皮膚がどうなるかというと、そのままね自己再生で回復させるらしいんですよ。まあ飼育下ではねそんな飛び出すこともないと思うんですけど、まあねその辺は厳重に気をつけて飼育していこうと思います。いやー、でもこのぼーっとした顔つきとかね、動きもゆっくりでね、やっぱ見てて癒されますね。このもんもう一日中見とけるな。あー、これやっぱ登ろうとしてるんですかね。で見てください、このつぶらなお目目、真っ黒の、いや、やっぱ可愛いな。いやー、ほんとこんなね生き物いるとは知らなかったですね。まあ、そもそもね両生類あんまり手出すつもりなかったんですけど、本当にね運命的な出会いを果たしました。お、やっぱ登ろうとしてるな。おー、頑張れ頑張れ。あ、やっぱ登りたそうにしてますね。シェルターにめがけてまっしぐらですね。お、入るか悩んでんのか。うん、やっぱり入るみたいですわ。あとこっちはハツの方なんですけど、こうやってね結構陸地の方が好きなんかなっていうぐらいね、ずっと陸にいることが多いですね。なんかこうカエルみたいにね、この下のね顎をケコケコしてますね。でもう一匹ミノの方はね、はい、こうやってシェルターの中に入っててね、もうずっとここで寝てる状態ですね。あ、ちょっと今動きましたね。はい、綺麗でしょう。あ、ハツの方もねやっぱシェルターに入りたいみたいなので、はい、それでは本日の動画はここまでになります。もしこの動画が良ければ高評価、チャンネル登録お願いします。他にも Twitter、Instagram もやっておりますので、動画説明欄よりフォローお待ちしております。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。